スタックアン・アーミントは、スコットランドのセント・キルダ群島に存在する高さ196メートルの海色柱である。なお、至近には、スタックリーと呼ばれる高さ約170メートルの海色柱があり、これについても記述する。ヒルタ島から見た、スタックアン・アーミント、スタックリー、ボーレンイギリスに存在する標高150メートル程度の山や丘をマリリンと呼ぶが、 このスタックアンアーミンは196メートルの高さがあるためマリリンの一つにも数えられている。これはスタックリーも同様である。セントキルダは北半球に住むカツオドリの世界最大のコロニーが存在することでも知られ、カツオドリ6万のがいがここで繁殖していると見積もられており、これら外食柱にもカツオドリが住んでいる。 スタック・アン・アーミンとボーレイ・セント・キルダ群島の地図。スタック・アン・アーミンなどは右上。スタック・アン・アーミンの位置は、おおよそ北緯57度88分、西形08度49分。この196メートルの海食柱は、スコットランドに限らず、イギリスにおいても、最も高い海食柱である。この、スタック・アン・アーミンという名称は、戦士の海食柱とか、 兵士の会食柱という意味である。もともとスタックアンアーミンはスタックナーミンと呼ばれていた。この会食柱のすぐそばには昔ここを仮場としていた人々が住んでいた形跡がある。ただし、ここに長期滞在するには風向きだったようで、ここに年中人が住んでいたわけではないと考えられている。この会食柱には幾種もの海鳥が映像しており、かつては 全滅種の大海ガラスも生息していた。昔はこの海食柱に登って卵を取ってきたりもした。また、そのような目的ではなく、ロッククライミングを楽しむために、この海食柱を利用するものが見られた。しかし現在は、ここに住む海鳥と、その繁殖地を守るための規則が定められ、いろいろと制限されるようになった。1957年に、 スタック・アン・アーミンの周辺の列島がスコットランドのナショナルトラストの管理下に入ってからこのスタック・アン・アーミンを訪れるのは少数の科学者、時折やってくるジャーナリストくらいのものであるはずだが、ひょっとすると今でも不法にロッククライミングをしている者も,もいるかもしれない。スタック・アン・アーミンは大海ガラスがイギリスの島々の中では最後に観察された場所であり、 それは1840年7月のことであった。イギリスでは、この鳥は魔女と関係があるなどという迷信があったため、人によって無駄に次々と捕まえられて殺された。この結果、イギリスでは、この目撃例を最後に、大海ガラスは姿を消してしまった。なお、その後も大海ガラスは、アイスランドやニューファンドランド島などでも殺され、ついに地球上から絶滅して、今に至っている。 スタックアンアーミンも含め、この辺りの断崖には、海鳥が営像しているので、昔から海鳥を買ったり、海鳥の卵を採取したりするために、人が登ってきた。しかし、近年ここに登るようなことは、ほとんどなく、不法に登る者がいるかもしれないといった程度である。なお、ウェブサイト peakbagger.com によれば、2009年現在は登る者はいないと、されている。 また、ウェブサイト mountindays.net a,、I N D a y、トにも、2008年現在、ここに登るルートは記されていないし、ここに関する批評なども掲載されていない。しかしながら、いくつかのウェブサイトでは、ここに登頂したことを示唆する記述が散見される。確実に登ったことが確認されているのは、1969年に、この近くの群島の断崖などを登って回った時に、 このスタックアンアーミンも登ったディック・バル・ハリーとジョン・マートン・ボイドである。ともあれ、重要なことは、ここがカツオドリにとって重要な生息地かつ繁殖地となっていることである。ここを管理しているスコットランド自然遺産会は、ここに比較的良い状態で残されている海鳥の生息地の状態を悪化させかねない、ここでのロッククライミングなどの行為を厳しく規制して行くとしている。 また、ここは仮にロッククライミングに失敗して怪我などをしたとしても、救命措置を講じるような医療設備が近くには、ほとんどないので、危険である、ともしている。スタックリー・スタックリーとは、セント・キルダ群島に存在する高さ約170メートルの、会食柱である。かつて、スタックリーと呼ばれたこともある。ちなみに、リーとは、シェルターという意味なので、スタックリーは、 小屋のような形をした石柱といった意味となる。スタックリーという名称は、このスタックリーに由来している。ただし、英語のリーは、風の当たらない場所、風から保護される場所といった意味だが、シェルターにも、小屋以外に、風雨などをしのぐ場所といった意味があり、リーは、シェルターよりも硬い正式な語として用いられる。スタックリー・スタックリーの位置は、 おおよそ北緯57度52分、成形08度30分。イギリス陸地測量部によれば、その高さは172メートルであるとされている。ただし、スコットランドのナショナルトラストによれば、その高さは165メートルであるとされている。かつては、このスタックリーで、海鳥の漁が行われていた。このスタックリーを、南から見ると大きな岩の壁に見える。一方、 西から見ると、針、あるいは、鉛筆の先のように見える。そして、南西から見ると、巨大な針のように見える。ありがとうございます。